はい、こんにちは、シェラスポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、本日はグラブから捕獲油、いつものですけども、なんとクリアグラブから捕獲油なのにクリアと前からね気になってたんですけども、こちらの方ね今日はねやってみたいと思います。上代税込み770円のお手頃価格でございます。それではどうぞ。はい、じゃあ見ていきますね。ほら、クリアってカラー捕獲油だけど色がないのかなっていうね。前は D オレンジ、それからブラック、それからブラウンとね、こう使い分けてきたわけですけども、なんと気になってました、クリア、透明も色か、透明っていうカラーかな。グラブカラー捕獲油と、やってみようね。でいつも通りね、こう色分けしてるんだけど、クリアだからクリア用にねこれ使っていきますけど、じゃあちょっと中見ていこうかな。クリアね、くどいってクリアね、チューって、あれ白いですね。どうなるのかな。でもクリアだから塗ったら透明になるのかな、オロナインみたいにね。じゃあちょっとね、ここやってみようか。見にくいな、よいしょ、近い方がいいと思ってね。はい、ここやってみます。まずはちょっとね、ホコリだけは取っといて、汚れね簡単に取っといて、今こんなんね取っといて、じゃあいきますよ。こちらね、キュルキュル、キュルキュル、白いね、白いけどこれつけたら透明なんだろうな、クリアだから。いきますよ、キュキュー、白くはならないわな、今日黒の皮でやってますけど、よいしょよいしょ、しっかりね塗布しますね。これグラブじゃない、オイル塗布用ブラシね、いつも使ってるやつですよ。キュキュキュー、よくすり込んで成分を浸透させます。よいしょ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 、いいかな、透明だ。でこれはここにポイね。そしたらまずいつも通り拭き取ってみますね。よいしょ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 、拭き取って、よいしょ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 、お、いいんじゃないか。でさっきのまず豚から、豚、で、馬、そしてヤギ、どうかな。ほう、今ちょっとやっただけでしょ、こんなツヤツヤになりました。
か。これ色のね、あの色のねって、まあ全部クリア、あのブラウン、ブラック、ディオレンジも色がついて艶出し効果があるんだけど、これはあえて色をつけずに艶出し効果があるんだな。内容物一緒だもんな。ロウ油脂有機溶剤だもんね。へえ、面白い。うん、どうでしょう、これ、こことここね、クリア使えるんじゃないですか。これお値打ちだしね、いいかも。はい、いかがでしたか。私ね、しばらくこれ気になってたんですよ。クリアグラブ、カラー捕獲用なのにクリア、まあ細かいことは考えないでね、他の色がついたカラーオイルと同様ね、栄養を与えて、特にツヤが出るっていうところがね、特徴かなと思います。まあ、クリアなんでどんな色のグラブにも使えます。まあ、透明っていうのもカラーっちゃカラーなのかなっていうふうにね、思ったりもしました。それでは皆さん、さようなら。